クライネットソシナオです。今日はですね、特別ゲストとの対談ということで、去年の昨年のね、課題曲、2019年度の課題曲の作曲家であります近藤さんにお越しいただきました。エプリリーフの作曲家です。はい、よろしくお願いします。改めまして、作曲家、キーボード奏者の近藤祐介と申します。よろしくお願いします。ということでね、今日はいろいろ去年のこととか、はい、作曲のこととか、いろいろ聞いていこうかなと思ってね、はい、お話聞いていきたいと思いますけれども、はい、まずですね、はい、昨年あのマーチエイプルリーフ書かれて、はい、あの選ばれた時の心境とかも最初に聞こうかな。いきなり聞いちゃったんですか。いやもうそうですね、選ばれたのがですね、2年前の2018年の6月、そうですよね、はい、なんですよ。で、連盟から電話での採用のお知らせが来て、でその時に、まさか自分の作品が課題曲に選ばれるなんてもう思ってもいなかったので。そうですよね。そうなんですよ、はい、でなんかそこからちょっと人生が変わってしまったっていうのは。もともとは、ポップスの出身。あ、そうですね、ポップス で、ね、あのバンドをやってて、はいはいはい、いや今もたまにやってる感じです。作曲とかももともとじゃあポップスの曲を書いたりとかされてた感じですか。そう、あのポップスも書きましたし、はい、まあ、高校のその友達の、高校の軽音楽部に1曲書いたことがあって、これも3年前ですね。3年前、はい、3年前に。じゃあ課題曲に選ばれて人生がまるっきり変わっちゃったというか、はい、いい意味で。そうですね、そうですよね、はい、吹奏楽の作曲家としての活動の幅が広がったという。広がりました。なるほどなるほど、はい、じゃあまず次にエイプリリーフ書いた時ってどんな心境というかどういうイメージでっていうのはあったんですか。あ、そうですね、書いたのがこの曲、これ課題曲のスコアがここにあります。マーチエイプリリーフですね、はい、あのこの曲書いたのが2017年の4月なんですよ。あ、じゃあ結構前。結構前なんです、ね、応募する1年前に作曲したんですよ、はい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 、その時は、東北の方に出かけてて、はいはい、その帰りのバスの中で、あ、今日4月1日だってことに気づいて、はいはいはい、エイプリルフールじゃんと思って、はい、あ、エイプリルフール、なんかそう、エイプリルってちょっとおしゃれなイメージがあったので、確かに。じゃあそこにエイプリルフールじゃなくて、それになんか近い、なんか言葉ないか、はいはい、ないかなと思って、なんかこうのこうバスでこう高速、東北道の、高速バスだったんですね。あの新幹線、お金なかった。お金なかったね。新幹線では帰れなかった。なるほどなるほど。バスに乗ってて、すごいこの田園風景がすごい綺麗で、で。まあなんかその、まあ、木とかすごいね。そうですね、森とかすごいです。ですね、田んぼとか森とか山とかすごいですよね。はい、で、葉っぱを、ちょっと見つけてというか。そうですね、4月だともう新緑の季節ですから。そうですね、はい。なので、葉っぱを英語にすると、あ、リーフじゃんってなって。あ、で、それで、あ、でもフールとリーフ、ちょっとなんか似てるなっていうのがあって、で、エイプリルリーフっていう曲をタイトルにしたんですね。しました。で、でそこから、そうですね、そっからなんですよね。なかなかいい曲で、私もね、あの和音とか、はい、その、なんていうんですか、ちょっとシャレっ気のある装飾音とかが大好きで、はい、もうベタ褒めしてたんですけど、いや、本当に、ご本人にお会いできるとは思わなくて、本当に、ですね、こちらこそ本当に嬉しい。いやいや、自分のチャンネルにね、出ていただけるっていうのが、自分の中ではすごく不思議なんですけれども、いやいや、飲み会で出会ってね、あ、そうですね、そうなんです、はい、うつさん の、はい、イベント、冬水の。はい、冬水、この間1月4日のゆうたと。ゆうたさんと、あと、ポケットウィズさんが出られた、はい、イベントだったんですけれども、そのイベントの動画はまた後日あげるので、その、そのイベントの時に飲み会で、はい、挨拶でした、はい、挨拶してお互いにお互いのこと知ってたんですよね。そうなんですよ、そうなんですよね。で僕が気づいて、はいはいはい、あ、タモさんですかってなって近藤さんですかみたいな。そう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 、そうなんですよ。でそこで仲良くなって、で帰りも電車で一緒だったから、電車一緒で、その時その飲みの時に動画一緒に撮りませんかって言って今日ね実現したんですよ。そうなんですよ、本当に今日本当にこの日を楽しみにしてたんで。ありがとうございます。じゃないですけど、はい、ということで。そうですね。ね、なるほど。でまあ。なんでしょうね、コンクールっていうか吹奏楽のそのあれなんです、公募なんですよね。はい、一般公募ですね。一般公募なんです、はい、今年私応募しますんで。おーおーおはい、それは、落ちるんで大丈夫なんですけど。あれって結局一次審査と、はい、で二次審査があって最終選考、三次審査まで残ったんだ。はい、最終選考で思想審査ってあるんですけど、はい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 、東京構成か
あのそうですよね、まあ、なんか他のプロ奏者が、まあ、演奏していただくっていう。どちらが演奏されましたか。あの大阪シオン。大阪シオンですか。あ、そうですか、はい、演奏していただいて、はい、いやなんか結構大阪シオンさんもうあのもうすごい前からすごい好き で、はいはいはい、でまさかそのプロの方々に演奏していただけるってなんかもう嬉しくて、最終選考残るだけで嬉しいですよね。すごい嬉しかったです。実際最初に、まあ、生の音が鳴ったのを初めて聞いたのその時だと思うんですけど、そうですね、はい、その時思ったこととかもしあれば。いやなんかやっぱ初めて音を鳴らした時にやっぱ やっぱりと当たり前ですけど、まあ、MIDI とこんなに違うんだ。あ、そうなんですよ。 DTM もやられてるから、はい、MIDI 打ち込みもやられてるので、はい、その関係でやっぱ全然違いますよね。全然違いました。響きとサウンドとその音楽性、はい、まずそこの違いは倍音があるかなんですよ。 あるかないかなんです。それは大きい。倍音があるかないかです。そうですよね。倍音がグワーってきた時になんかあこんなにもなんか自分の曲が変わるんだ。あとやっぱ魂が込められますからね、はい、あの生きてるって。生きてないですから。そう、ミディは生きてないですけど、はい、生演奏に生きてるんで、はい、まあ、ミディはミディの良さもありますけど、そう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 、やっぱり生演奏ですよ。やっぱり吹奏楽は、はい、でまあ課題曲に選ばれたわけですけれども、はい、やっぱりいろんな学校がエイプリルリーフを選ぶ学校が多かったと思うんですけど、はい、あの実際聞く機会っていうのは結構ありましたか。あ、そうですね、まあ、この1年間で、はい、もう本当にもう何どんぐらい演奏されたのか分かんないです。分かんないぐらいです。何百団体、はい、下手したら何千団体分かんないですけど、分かんないですけど、まあ、演奏されて、まあ、いろいろ聞く機会はじゃちょこちょこはあったんです。そうですね、地区大会にも見に行きましたし、あのまあ、ちょっとその地区大会とかの県大会とか、はいはい、あのまあ、支部大会、支部大会はちょっとあの忙しくてちょっと見に行けなかったんですけど、はい、あの全日本の方は、はいはいはい、あの見に行きました。全国ですね、はい、全国の方は。じゃあ名古屋まで。名古屋まで。あ、はい、そうですか。いろんな団体がいろんな解釈でその自分の曲を演奏すると思うんですけど、はい、まあ、エイプリルリーフを演奏されることが多いと思うんですけど、はい、あの聞いてみて率直な感想ってどうでした。そのプロが演奏してるときはまあそれそれで感動したと思いますけど、そのいろんな高校中学大学、はい、一般の人たちが演奏してみて、なんかあ逆にこういうアプローチもあったんだっていうのを、はいはいはい、こう知らされるというか、はい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 、あこういう発想もありなんだっていうのに気づいて、はい、結構本当にすごい勉強になりました。そうです。作曲家が考えて意図してないところがここがあって、なるほどなるほど、はい、面白いなって。面白いですよね。なんか作品が自分で歩いていってる感じがしますよね。そうですね、はい、もう出世してしまったって感じ。その作品がいやいやいや、まあ、本当になんか自分の子供がそうね、成長していくような、そうそうそう、感覚です。ですよね、はい、やっぱり日本全国の中高生が演奏する、大学生もか、はい、一般も演奏する中で作品っていうのがね、いろんな色を出てくるっていうのはすごく面白いなと思いますけれども、はい、もうやっぱ聞いててもう心の中でもう泣いてました、うん、感動のあまり。そうですよね、はい、いやすごくあの素晴らしいことだと思いますね。やっぱりあれですかね、はい、作品が人らしくして多分これからもいろいろ演奏されてくる機会は多いと思いますけれども、ね、はい、やっぱり何かこの作品を演奏するにあたって何かメッセージがあれば。メッセージですか。これからも多分課題曲ってもう何年経っても、はい、やっぱ思い出の曲として演奏されることがあるので、はい、何かこうこれから演奏される方に何かメッセージあれば。そうですね、やっぱりスコアの解説とかにも書いてあるんですけども、はい、やっぱおしゃれさを大事にしていただきたいなと思います。この曲、エイプリルリーフがやっぱりまあ、男女がこの例えば渋谷とか、うんうんうん、そういったすごいおしゃれな街をこうデートしているような、あーなるほどね、作曲したので、なるほど、はい、春先にね、春先にでちょっと木々がこう舞いながら公園とかっぽいイメージですかね。そうですね、なるほど、はい、なるほど。で、まあ、歌詞が一応あるんですね。あ、エイプリルに歌詞がある。あるんですよ。おお、それ多分知らないですよね、みんな。あ、でも知ってます。知ってます。知ってる人は知ってる、はい、知ってる人は知ってます。なるほど。それはどこかで見ることができるんですか。あ、多分ツイッターとかでも。あ、近藤さんのツイッターで、はい、でも結構さかのぼんないと見れないです。じゃあそのためにじゃあ歌詞いただいていいですか。じゃあ後で、いいです、動画の概要欄にでも載っけておきますか、はい、説明欄にも、はい、動画の説明欄にエイプリルリーフの歌詞が、まさかの歌詞があるということなので、トリオのところに、トリオのところに、はい、ああ、じゃあその歌詞をねちょっと後で載せておくので、はい、皆さんもしエイプリルリーフ
機会あればそれを見ながら聞いていただけたら嬉しいなと思います。お願いします。お願いします。はい。でまあエプリーフの話ね、なかなかとしてもまあ申し訳ないので、はい、エプリーフじゃない話題をちょっとしたいと思いますけれども、昨年じゃないや、もっと前ですか、かなり前にいろいろ課題曲応募されてた、はい、そうですね、はい、はいはいはい、応募してました。あのそういうのその中応募してた時代の作品を今日持ってきていただいて、はい、今日は持ってきました。おお、ということで昔の近藤さんの作品が、はい、こちらにこちらに、これこれですね、こちらに、はい、この裏返しときます、裏返しにしたこちらにあります、ね、すごいたくさんありますね、何冊ありますか、はい、これ、あの応募してない曲も含めてるので、あ、そうなんですね、まあ、1,2,3,4,5 5曲ぐらいですかね、はい、昔の結晶が、まあ、そのうちの何曲 か, 何曲か了解です、応募しております。はい、応募なんかご紹介したいのからどうぞ、はい、スコアの、解説の、主な作品のところにも書いてあるんですけども、はい、実は初めてあの課題曲に応募したのが、4年前、2016年なんですね、はいはいはい、第27回、はい、学生ですか、まだ、あ、その時は普通に社会人でした、はい、はい、の時に応募した曲なんですけども、はい、それがこちら、ちょっとボロボロなんですけどあのコンサートマーチ、コンサートマーチ、明日の風っていう曲です、はいはいはい、なるほど、はい、っていう曲を、はいはい、あの最初書きました。これはもう、あの編成は、まあ、B、A、まあ、課題曲ってあの A と B があって、うんうんうん、まあ、A はダブルリードとかあのウッドベース、はいはい、上田編成で、 B はあのそのダブルリードとかエスクラとかあのウッドベースとかを抜いた編成の、なるほど、オプション譜になってる方ですね、で応募したんですけども、はいはい、まあ、それはその曲で、なるほどなるほど、で、まあ、楽譜はこんな感じでこんな感じ で, 感じで、はい、また言っても見えないだろうけどあれですか、これ、音源とかってネットに上がってます、 YouTube で聞けます、 聞けますか、はい、じゃ あのその YouTube の情報も近藤さんのチャンネルでありますので、はいはい、そちらの方もぜひぜひチェックしていただけると嬉しいですどんな曲なんか自分もまだ聞いてないんですちょっと楽しみですけれども、コンサートマーチ、コンサートマーチで、この曲はですね、あの実は言うと応募1週間前、応募の締め切りの1週間前にあの書きました。それですごいのが一時通ってるんですよね、はい、あのなんと一時審査を通過しました、この曲は。いや天才かもしれない、はい、この人、あのオリジナル作品さっき何曲か聴かせていただきましたけど、非常にいい曲が多くて、別に、ね、私あ人をあのおだてるのは得意なわけじゃなくて、本当にいいものいいという人間なので、はい、あの非常に素晴らしい作品が多くてね、あのぜひあの近藤さんに楽曲を書いてほしいという学校とかね、はい、あればあの普通にあのお見積もりくださいって感じですけどね、はい、はい、よろしくお願いします。書いていただけるので、はい、まあ、これがまあ初めてこう思い出した第一作目、うん、これは楽譜はこうどっかに出版したりとかしてないです、 ですね、はい、じゃあ演奏される機会もあんまりない、もうこれあの演奏されてません、されてます、はい、あ、してないですよね、はい、じゃあ、まあ、これを演奏したいっていうね、どっか団体とかあったらね、いれば、はい、僕にあの連絡していただければ、ね、あのスコアをとパート譜を販売いたします、販売いたします、はい、ということなので、はい、興味ある方はぜひぜひって感じですね、はい、これはあの移植料とかかかんないですから、あの純粋な作品代だけ で, 代 で, ですね、はい、作品代として普通に出版とかレンタルみたいな、レンタル風、レンタル風って扱いのあれはどっちがいいんですかね、まあまあそれもまだ決めてないですよね、まあ、まだ決めてないですけど近藤さんにお問い合わせください、はい、すみません営業っぽくなっちゃいましたお願いします。これが1曲目、まあ、これが第1曲目ですね。で 2曲目ですけども、はい、じゃじゃん、じゃじゃん、こちらですね、パシフィックセレブレーションという曲、はいはい、これは、2017年に作曲した作品で、はい、これはあのマーチではなく非マーチで割と序曲スタイル、序曲スタイル、ちょっともうちょっとアップでお見せしましょう、はい、はい、こういう曲です、しいですね、はい、はい、あのニクソンって思われがちだと思うんですけど、はいはい、その当時はあのニクソン知らなかったです。ああそうなんですね、はい、で、まあ、パシフィックセレブレーションって曲名、まあ、あるだろうとは思ってたんですけども、あえて調べなかったです。なるほど、はい、自分のつけたい名前をつけたい名前つけたっていう感じです。まああのまあ、タイトルは、まあ、住んでる地域が横浜なので、はいはいはい、まあ、海に近いってこともあって、まあ、それに近くセレブレーションというふうにしました。なるほど、はい、なんかパシフィックって太平洋のイメージだから横浜は東京湾だけど、まあいいや、まあ、まあでも太平洋の一部だわ、まあ、一部だそうだそうだっていうふうに当時は当時はね当時は思ってたそうなんですなるほどなるほど、まあ、自分の中のこれも公開されてるんですか、 YouTube、 これも YouTube に公開されてます。ぜひぜひ、はい、これは一時通ったん
これはですね、残念ながら一次審査で落選してしまった作品なんですけども、それは残念、はい、近藤さんって落ちることあるんですね。いや、なかなかやっぱ課題曲って通らないですよ。通らないですよね。確か300作品ぐらい、200、多くて200じゃないですかね。200のうち一次取るのが何十とかですよね。多分20ぐらいですよね。一次取ったら、だからまあもうだいぶグッよっしゃっていう状態なんですよね。ぐらいだとは思うんですけど、ね、まあ、そこから先やっぱり音源審査とかもあるので、うん、ね、そのうち、それを聞いて、ごめんなさい、話戻っちゃうんですけど、はい、課題曲って、1時終わるじゃないですか、はい、2時終わるじゃないですか、はい、最後に残るのって何作品なんですかね。7作品ぐらいだと思います。7作品で最終選考で、2作品ですか、朝日賞と入選。あ、そうでもない、朝日賞は今移植を1個ありますね。移植を省けば、朝日賞だと3作品選ばれます。でそのうちの1曲が朝日作曲賞受賞の作品で、2曲は課題曲に入選作品、つまり200分の3なんですね。そうなんですよっていう中から選ばれるっていう、あの素晴らしい、候補で、はい、まあ、いやだってさ、1曲目で、はい、初めてね、とりあえず最初の180人とごぼう抜きしてますからね。すごい。確か当時あの二次審査行った時は確か21人残ったんですね。確か180人か170人応募あるうちの21人すごいだったと思います。確か、だって譜面見てるわけですから、プロの作曲家の人たちがね、はい、それで残ったらもう拍手です。ありがとうございます。ぜひ自分も聞いてみたいと思う、それを思うと思うね。でこ、まあ、さっき、まあ、戻りまって戻って、まあ、あのパシフィックセレブレーションに戻るんですけども、はい、まあ、こちら編成はですね、あの、まあ、初めてあの A 編成に応募させていただきました。チャレンジして、はい、まあ、ちょっとまあこういう序曲スタイルの曲って大体大編成が、うんうん、あのいいのかなって思って、うんうん、あの大編成にしたっていうのもあるんですけども、まあこんな感じで、まあ、割とスエアリンジェンのような、まあ、3部形式ですね、まあ、9巻9 4分20秒ですね。やっぱそうですね、結構そのぐらいスコアがそこまで厚くないから、そんなに長くないのかなと思って意外に長かった。そうですね。まあこんな感じでですね、まあ、要は1ページこう6小節とか5小節とか見えますかね。まあ、こんな感じでこうやってた、はい、大編成の大編成のっていった感じの曲のベイドゥアの曲です。ベイドゥアの曲。あ、ちょっと意識しましたね、それ課題曲の。あ、そうですね。ベイドゥアの曲。簡単に演奏できるっていう条件があるんですよ、はい、課題曲の、ね。さっきの話に戻るんですけど、はいはい、あのコンサートマーチは明日の風はエスドゥアからのトリオでアスドゥアに変わります。ああ、そこら辺も吹きやすいところ。吹きやすいよね。ブラッド調でね、はい。これ実は言うと、このパシフィックセレブレーションは最後にですね、あの。アスドアに転調します。はいはいはい、でもアスドアもね別に吹きやすいけど、はい、一度下に行きます。はいはい、はいはいはい、でこのアスドアでその A のその Q のメロディーと中間部のメロディーが混ざります。なるほど。中間部は3拍子のメロディーなんですけども、それを4拍子にして、はい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 、トロンボーンに A のメロディーをやらせて、わかる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 、融合です。いや、あのこう見えてナオさんもですね、ナオって自分のことナオさんじゃないけど自分もですね作曲をする人間なので、趣味でね、はい、編曲とか作曲する人間でよくやりますですよね。ですねですね、大好きです。その感じ、最後は最後はそのグランドフィナーレのためにこういう風に書きました、はいはい、なるほど。これちなみに、これ何年前のこれはこう、はい、応募したのは、これは3年前ですね。はい、なるほど。じゃあこの次がエイプリルリーフ。はい、その次が実はエイプリルリーフですね。3回で通ったの、すっげー、はい、なるほど。じゃこういう変遷、こういう変遷があるわけですね。はい、こういった感じで、なるほど、ね、あの歴史があります。次応募できないんですよね。応募できますよ。できるんですか。朝日賞取ってなきゃいいの。あ、朝日賞取ってでも応募はできますけど、朝日作曲賞受賞はできない。ああ、そうなんですね。入選はできる。入選は多分できると思います。でも2年連続入選は多分ないと思うので。ないっすよね、今年も応募した。ちょっと闇か。ちょっと2、3年開けましょうか。でもそうですね、あのこの現代音楽の方に行ってもいいかもしれない。ああ、現代音楽僕あの書き慣れてないんですよ。さっき弾いてたじゃないですか。あれはあの思いつきです。思いつきか。いや、はい、さっきね、あの音源聞かせていただいて、はい、あのアドリブでね、現代音楽の。でもあれ結構理論的でしたよ。理論、音楽的だけど、はい、そのちゃんとさ、あの現代音楽の、はい、その、なんですかね、
あの理論には基づいちゃった、いやさっき小森さんがこっちの話になっちゃってね、はい、あの動画の人無視しちゃってるけど、あの日全然あったと思うんで、あれは、ね、そう現代音楽っぽいあのアドリブ、アドリブじゃないよね、即興演奏で、さっき聞かせてピアノでちょっとすごくいい曲だったんですよ。ちょっとタイトルは言えないんですけ ど、タイトルはね、タイトルはまだ公開できないんで、公開できない、ちょっといろんな事情があって公開できないんですよね、はい、いろんな事情があって、ちょっと公開できないんで、まあこれから先ね作品としてのねなるんだから書くと思います、ちゃんと形としてかと思います。楽しみにしていただけたらと思いますけど、はい、多分アンサンブル曲になるかもしれないですし、吹奏楽曲になるかもしれない。吹奏楽の方が私好きかな、好きかなって感じです。そうですね、もうイメージ湧いちゃうんで、だからピアノは入ってほしい、ピアノ入ってほしい、まあ、そこはここだけの話は分かんないですからね。でもパーカッションは結構使うかもしれない。パーカッション絶対使った方がいい、はい、ですね、まあ、金物は結構使います。金物は結構、はいまあ、そうですね、まあ、エイプリーフが、まあ、3回目の応募 で、 応募で、実はですね、はい、そのこのパシフィックセレブレーション応募した後に、はいはいはい、まあ、この応募してこの一次審査の結果が来る間に、実は言うとエピューリーフを作曲してたんですよ。そうですね、時期的にそうなりますもんね。そうなんです、うんうんうん、で、あの、まあ、落ちたので、じゃあエピューリーフじゃ来年出そうなってストックとして、なこれも完全に最初は、まあ、気楽な感じで趣味な書き方、趣味というか、もう完全にもう自分の趣味が書きたいものを書いたっていう、はい、やっぱりそっちの方が、はい、通りやすいかもしれないですね、はい、あれが頭でこねくり回すよね、はいはい、そうですね、エイプリーフをこう、うん、出して、はい、でその1年後に実は言うとまた出したんですよ、課題曲を。あ、そうな、出せるんです、出せます、僕出したんですよ、そのスコア持ってきてます。おお、それは見たかった。まあ、エイプリーフは、まあ、第、まあ1回目初めての応募、はいはい、まあ、初めて入選した曲、入選した曲で、もう1回あの、まあ、エピューリーフって結構あの転調すごいするんですよ。うん、するするする、そうですね、完全に僕の趣味なんですよ。趣味ですよね。でこっから自分のやりたいことがもう見えてきたっていうのもあって、うんうんうん、エピューリーフで、うんうん、和製進行とか、はいはい、なんですけど、もう1回もう原点に戻ろうと思って、はいはい、実は言うと4分の2拍子のマーチを書いたんですね。実はタイトルがですね、タイトルがあの更新曲ブリリアントソウルっていう曲です。そうそう、輝く魂、輝く魂っていう、チューリビアっぽいな、チューリビアっぽい、チューリビアっぽい、チューリビアっぽいな。これも1週間で作りました。1週間で作る、はい、まあ、あのこれ4分の2拍子のマーチで、俺こっちの方通ってほしかったな。これ言っちゃいけないかもしれないけど、あの今年のね課題曲激褒めしてるじゃないですか、うん、私、はい、いや素晴らしいですよね、素晴らしい、今年素晴らしいんですよ。で今年素晴らしいんですけど、私あのここだけの話ですよ、もうこんだけ長い動画見てくださってる方だから、多分視聴者のね一部の方しか見てないと思う、はい、俺4番よりこっちの方が良かった、面白かった絶対に。あの4番の曲って結構オーソドックスな課題曲なんですよね、はい、今年ね、はい、だけれどもあのこれ多分面白いでしょ、タイトル的に。あ、そうですかね。でもなんか個人的にそうタイトル作るときにブリリアントっていうタイトルつけたかったんですね。あ、輝かしく、輝かしく、かっこいいからっていうのもあって、うん、っていう理由で、まあ、つけたんですけど、まあ2年連続まずいって思ったのかもな。じゃないですか、どうなんですかね、まあ、そういった感じでこれもまあ1週間作って実は言うとハーモニーの進行もエイプリーフみたいな感じじゃないんですよ、本当にもう機能和声、まあ、こっちも機能和声に沿ってるっちゃ沿ってるんですけど、これはもう本当にあの素直なマーチです、はいはい、なるほどなるほど、はい、で2分40秒くらいの曲、じゃあ結構の曲です。これも YouTube で聴ける、聴けます、聴けます。あ、ちょっと私まだ勉強もすごい、応募した曲は聴けます、聴きたいと思います、はい、あの気になる方はね、あの近藤さんの YouTube チャンネルも登録しておいただきたいと思います、はい、ぜひお願いしますっていうのがもうこれもこれも実は一次審査で落選してしまったんですね。じゃあ、はい、来年か再来年ぐらい撮ります。まあまたでもあの課題曲は1回応募しただけでちょっとまだ満足いってないので、はいはいはい、また応募したいなっていう気持ちはあります。なるほど、はい、じゃあ最後になっちゃいますけど、近藤さんにとってやっぱ作曲ってどういうことなのかなっていうのをちょっと一言、難しいです、ね、難しいことを聞いてみようかなと。僕は作曲ですか、近藤さんにとって作曲とは、作曲とは、まあ、音楽とはでもいいけど、音楽とは、うん、まあその辺です。やっぱり本当にあの、まあ、単純な話なんですけども、はい、やっぱりいろんな人にやっぱり聞いてもらえる音楽、あでもほとんど自分の作曲スタイルな話になってしまうんですけど、まあでもいいですね。まああの私はどっちかというとあの商業スタイルをやっぱり目指してて、まあ、ちょっと芸術要素もあるけど、ちょっと商業目線で、で今日本の吹奏楽の人口って、まあ、8割7割か8割は多分中高生だと思ってるんですね。
で、その中高生にやっぱり受けのいいものをどんどん提供していきたいっていうのがやっぱりあって、結構どの曲を今書いて、こうやって調整のあるもの、まあ、要するにあれですよね、中高生が吹いていて聴いていて楽しめるもの、楽しめるものっていうのをどんどん提供していくっていう、そう、日本のね、これ作曲家に多いんですけど、そこを分かってない方がというか、やっぱ演奏者が楽しめる、聴いてる人が楽しめる、そして自分が表現したいものを表現できるっていう、この3つ、3つがクロスしてないと、やっぱ作品っていうのはなかなかね、うまくいかないことが多くて、近藤さんの作品はそこがすごくクロスしてる作品が多いなって聞いてて思うので、それがね、自分がすごいね、近藤さんみたいな、まあ、そのなぜそういう作品を書くかっていう理由もちょっとお話ししていただき、実はあるんですね、多分先ほどでもお話ししたと思うんですけど、もともとバンドをやってたんですね。まあ音楽を始めたきっかけは、もともとクラシックから始めて、クラシックピアノから始めたんですけども、中学校の時はピアノをやって、吹奏楽もちょっとやって、吹奏楽は中学校2年生から、で中学卒業してから、その高校、その進学先 の, その高校が吹奏楽部はなかったんですよ。あ、そうなんですか。はい、で軽音楽部しかなくて、で、そこでバンドミュージックを、ポップスとかバンドとかロックとかありますよね、いろんな音楽ジャンルに触れる機会が増えてって、で一回吹奏楽からちょっと離れてたんですよ。3、4年ぐらいですかね、もう専門学校入るまでは、離れてました、でもやっぱり吹奏楽作品はでもすごい好きだったので、スコアは買って、勉強をしてました。そういった経験もあって、ポップスと、クラシックの融合じゃないですけど、やっぱりその聞きやすいものをやっぱ提供したいなっていうのがあって、好みの音楽ですね。ですね、はい、だから自分の好きな音楽がやっぱり聞いても、聞いてて楽しい音楽と結構一致してるのかなって感じ、自分はその点はあるんですけど、やっぱね、音楽ってのは聴いてなんぼですから ね、演奏してなんぼですから、そこが一致するとすごく楽しい作品がたくさん生まれてきて、音楽業界も盛り上がるんじゃないかなって私も思ってるんで近藤さん全力で応援させていただきます、よろしくお願いします。あとはそうですね、やっぱその今の中学生高校生が好きそうな音楽って僕もすごい好きな、大好きなんですよ。そうなんですよ、そうそう、分かる。アニソンとかゲーム曲とかボカロとかボカロ曲とか、そう、東方の人もいるけどね、そういういろんなそういう新しい音楽っていうのがあるので、そのやっぱ新しいそういった音楽の要素を吹奏楽作品としてね、まとめられたらいいなと思って、そういった作品をどんどん書いて、また今後のご活躍を楽しみにしておりますということで、あとは、はい、話したいことありますね。どんどんこのチャンネルは無制限でいいですよ。いいですか熱く語ってください。今俺ね、終わろうとしてたんですけど、熱く語りたいことがあるそうなんで、どうぞどうぞ。あとはそういったポップスとかアニソンとかボカロとかゲーム音楽風の作品の中にも、やっぱちょっとどっちかというと海外風のやっぱ要素を、やっぱ海外の吹奏楽が好きなんですので、そういった要素もちょっと少し意識して書いてます。なるほど、ね。はい。やっぱりポップスは忘れられないって。あんまでも、なんですか、言い方あるんですけど、大衆音楽ってすごく大切で、大切なんですよ。やっぱりその時代を表しているものなので、やっぱそれが吹奏楽に、組み込まれていくとか、クラシックとかの作品に組み込まれていくことって非常にいいことだと私も思うので、まだ作品ありますけど、どうします。ただなんか締める感じになっちゃったね。一度パート2やりますか。じゃあもう一本動画撮りますか。そうですね、了解しました。じゃあとりあえず今日はこんな感じで長くなっちゃったんでね、これぐらいで終わりたいと思います。急遽後編の動画を作ることにしたので今、そうですね、今ここでまた後編でお会いしましょう、ということで今日はじゃあこんな感じで近藤さん、とりあえず前編ですけれども、とりあえずありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。